1600年頃のニューイングランド南部におけるアルゴンキン語族の分布。ワンパノアグ族はアメリカのニューイングランドのマサチューセッツ州南東部に住むインディアン部族である。ワンパノアグ族は北アメリカ東部の森林地帯に住むアルゴンキン語族に属する。ワンパノアグとはマサチューセッツ語で東の民があるいは夜明けの民を意味し、ポカノケット、パッティュケット、 ナウエトなど50以上の氏族を含み、マサチューセッツ州南東部からロードアイランド州にかけてを広く支配していた。ウィグワムと呼ばれるドーム型の小屋に住みかして、狩猟、魚老、工作をして暮らしていた。植民者と接触するサモセット州長の創造図1620年、イギリスからメイフラワー号でアメリカに入植したピューリタンのピルグリムファーザーズの一団は、 現在のプリマス市付近に上陸した。ピルグリムたちはパタクセット氏族の集落跡にプリマス植民地を築いたが、慣れない環境での寒さや上などで、その冬に入植者の約半数が死んだ。インディアン諸部族はこの白人たちから発砲されるなどしていたため、近づかないよう用心していた。ある日、現在のメイン州にあたる地域から、マサソイと州長を訪ねてきていた。 アベナ貴族の州長サモセットが、ピルグリムたちに、片言の英語で話しかけ、植民地の事情を視察してから翌日に英語を、流暢に話すワンパノアグ族のティスクアンタム、または、スクアントを連れて戻った。スクアントはかつて、イギリス人に、拉致されて、ヨーロッパに奴隷として売られたが、白人の教育を受けて、自由を得てから通訳として、植民地域の船に乗り、故郷に戻っていた。 スクアントはインディアンの農耕や漁業の技術を伝授し、ピルグリムが冬の数ヶ月を生き延びるのを助けた。また、スクアントは1621年3月にワンパノアグ族のマサソイト州長と、ピルグリムが平和と友情の条約を結ぶのを仲介した。ピルグリムが現れるまでの過去10年間、ワンパノアグ族は近隣のミクマク族やナラガンセット族との交渉と、 白人が持ち込んだ薬病の3回にわたる流行で疲弊しており、マサソイと州長は、ピルグリムとの同盟が、ワンパのアグ族の置かれた状況を好転させると期待していたとみられる。あくまでインディアンにおける州長とは、調停者であり、白人が思い込んでいるような指導者や主張ではない。スクアントは、調停者として、新参者の白人たちとインディアンたちとの間で、 申し分のない和平調停を行っていたのである。プリマス植民地総督ジョン・カーバーと友好のパイプを取り交わすマサソイト州長の創造図、マサソイト州長がピルグリムと結んだ条約にはプリマス植民地のために48点を平方メートルの土地を譲渡することが含まれていた。インディアンにとって土地は誰のものでもなく白人の土地所有の概念のように恒久的に 占有するものではなかったから、そもそもマサソイトがこの土地の譲渡を理解していたかどうかは疑わしい。何はともあれ、インディアン間の構想と白人の持ち込んだ薬病で、ワンパノアグ族の人口はひどく低下していた上、ワンパノアグ族の土地に現れたイギリス人の数はまだ少なく、しかも前年の冬をようやく生き延びたようなありさまであったため、この条約が後に、 ワンパノアグ族の不利益になるとは考えなかったはずである。その年の秋は各作物が大豊作であったため、ピルグリムは神の恵みとワンパノアグ族の助力に感謝し、収穫の祭りを開いた。すべてを共有するというインディアンの文化にのっ,とって、マサソイトたちワンパノアグ族からも90名が5頭の鹿を携えて入植地を訪れ、3日にわたる宿園に加わった。これが、 現在の感謝祭の期限であるとされる。マサソイト州長の死後、ワンパノアグ族の州長は、息子のワムスッタに受け継がれた。ワムスッタは、ピルグリムの入植者が、父との間で結んだ条約を破って、入植地を広げ、ワンパノアグ族を追い出していることに対して、プリマス入植地の植民地政府に抗議するが、病気にかかり、プリマスからの帰り道に、その病気により謎の死を遂げた。 これについては毒殺されたとも言われている。ワムスタの死で、ワムスタの弟メタコメットが、ワンパノアグ族の州長になった。ピルグリムの入植者たちは、インディアンの州長を、王家、部族長だと思い込んでいたから、彼をフィリップ王と呼んだ。1675年から1676年の間に、メタコメット州長は入植者が、ワンパノアグ族の土地を奪い、 生活の基盤である森や両場を荒らしては、ワンパノアグ族を殺害し、女性や子供を奴隷として売り飛ばしたとして、イギリス植民地政府に抗議した。しかし、植民地側がワンパノアグ族の抗議を無視したため、部族はプリマス入植地を攻撃した。白人はこれをフィリップ王戦争と呼んでいるが、上述したように、インディアンの州長は部族長ではないし、戦争指導者でもない。 彼らは合議で侵略者との戦いを選んだのであって、メタコメット個人がこれを率いたわけではない。この戦いでは、同じアルゴン金書部族のニアンティック族、ペナクック族、ノーセット族もワンパノアグ族と同盟を結び参戦した。攻撃されたプリマス入植地の植民者は、入植地を守るため、銃や、剣や、大砲や、電化棒を振りかざし、アルゴン金書部族と敵対していた。 モヒカン族とも、ホーク族を味方につけ、ワンパノアグ族を襲って、これを虐殺した。この戦いで600人の白人入植者と4000人以上のインディアンが死んだ。メタコメット州長を含むほとんどのワンパノアグ族は、虐殺され、メタコメット州長の妻と8歳の息子は、バミューダ諸島に奴隷として売り飛ばされた。さらに、メタコメット州長の遺体は八つ垣にされ、頭蓋骨は、 槍の先に突き刺されて入植者の村に飾られた。1620年には約5000人と推定されるワンパノアグ族の人口はフィリップ王戦争の後には約400人にまで激減した。侵略者たちはメタコメット州長を戦争を率いた指導者だと思い込んでいたから、このような生産な仕打ちを彼だけでなくその家族にまで加えたのである。 2000年現在の人口統計では2336人となっている。タブ族のインディアンや白人、黒人との根血者も多い。その多くがマーサズビニアード等のワトゥッパワンパノアグインディアン、保留地に居住しているほか、ケープコットのマシュピーのワンパノアグ族の集落も保留地に認定されている。ワンパノアグ族の名は、 白人によるワンパノアグ族虐殺の歴史を忘れるな、との標語のもと、白人にとって輝かしい記念の日である、ピルグディム・ファーザーズの上陸記念感謝祭に対して、同日にぶつけて行われる抗議運動、全米哀悼の日でも有名となっている。この、全米哀悼の日は、ワンパノアグ族が主体運営する、ニューイングランド・アメリカ・インディアン連合の運動家、 ワムスッタ・フランク・ジェームズによって1970年に開始され、彼の死後も引き継がれて毎年行われている。ありがとうございます。